皆さんおはようございます。 JR 渡辺秀樹です。ということで今のお時間がね、まあ朝の5時2分ということで、まあいつものね出て行きに来ております。撮影日がね3月12日ということですが、まあ当たり前です、まだ暗いですね。はい、ということでね、まあ今回はですね、まあ3月といえばね、皆さんいろいろとまあ変わることだったり行事ごとねあると思うんですけども、今回ですねダイヤ改正ですね、あの3月16日にあるんですけどもね、その3月16日に、まあ、北陸新幹線がね、敦賀まで、金沢から敦賀まで開業するという一大イベントがある中で、その区間をね、走る特急白鷺とかサンダーバードっていうのがね、なくなってしまうんですよね。まあ、第三セクターに移管されて、そもそも JR の持ち物じゃなくなっちゃうんでね。まあ、なくなるということで、今回はですね、まあ、前回ですね、家族と一緒に北陸旅行行った時にサンダーバードに乗ったということで、今回ですね、白鷺号に今から乗りに行こうかなと思います。ちょっと声がね、鼻声でおかしいと思うんですけども、まあ、皆さん気にしないでください。ということで、早速ね、今から電車乗って行こうと思います。楽しみです。でね、電車来るんですけど、始発やのに結構人多いんですよね。昼間よりも人多いんじゃないかなっていうぐらいの、そういうレベルで。ということでね、やってきました。ミャクミャクです。ということでね、こちらの、はい、ミャクミャクでございましてね、東梅田まで乗っていこうと思います。なんだかんだ動画でね、ミャクミャク出てくるのは初めてかもしれませんね。ではね、乗っていきます。ということでね、東梅田到着しましたんで、今からですね、JR 線に乗り換えて、まあ、いよいよね、北陸の方に向かっていきます。いやー、楽しみですね、本当にもう。ワクワクするぞ。ということで、大阪駅のね、バスエリア、はい、36号系統っていうのがですね、一番早いんかな。はい、5時50分にね、この大阪駅を出るというね、かなり早いバスになっています。そしてね、今ね、雨降ってるんですよね、ちょっと。地味にね、今日の天気で、ね、雨なんですよね。正直ね、ちょっとそこだけ最悪ですね。まあ富山の方行って雨じゃなかったらまあそれでいいんですけどもね、はい、雨やったら最悪ですね。ということでね、今回使う乗車券なんですけどもね、特急券もろもろ紹介し出すとね、めちゃくちゃ時間かかると思いますので、乗車券だけまずね一旦紹介します。ということでこちらね、はい、大阪から敦賀までの乗車券ということで、お前北陸行くのになんやねん、敦賀ってなんやおいって話なんですけども、これに関してはですね、敦賀駅からとある切符を使うということで、まあ今はね紹介しないでおこうと思います。ということでまずはこの切符でね入っていきましょう。ということで次に乗るのがね8番乗り場からの5時54分発の快速米原方面長浜行きということで、はい、8番乗り場に行きます。サンダーバード号ですね、はい、全部今ね金沢っていう行き先になっていますが、ダイヤ改正号はですねここ全部敦賀になりますからね、皆さん、はい、取れるときに乗れるときにね乗っておかないといけないですね、はい、金沢から全部敦賀に変わるというね悲しいですね。これで加古川とか拷問やん。あと見てください、地味に向こう側にね脈々がいるというね、またしても JR が脈々やつ。ということでね電車やってきました、はい、この運用ね平日の場合は4+4、土休日はですね4+12というね運用になっています。前はですね223系の、はい、V 編成更新車ですね。で後ろは、はい、まあ安定のやつですね、後ろは。ということでね、まあ、今回後ろに乗っていきます。正直ね京都までっていうね短距離なんで、別にまあ座らなくてもいいかなというわけで、はい、立っておこうと思います。しかもね三菱の IGBT も素晴らしいですね、はい、ではね乗っていきましょう。こちらの編成で、こちらの編成が何やろうな、こちらがですね V53 編成ということで、こちらにね乗っていこうと思います。長浜行きですね。では乗っていきます。ということでね高槻に着きました。ということでね、今からね直接この快速で京都まで行ってもね、電車に接続しないし、何より暇なんでね、こちらの普通電車にね乗り換えていきます。6時15分発のね普通京都行きということで、はい、横止まってますね、まあ、207系ですね。まあとりあえずねこちらに乗りまして、京都駅までね終点まで乗っていきます。運がいいですね、前はね未更新の T7 編成ということで、はい、めちゃくちゃね古くはないけど一時車ということで、ドアマドがねちょっと珍しいこういうタイプでは、ね、乗っていきましょう。これで京都まで行きます。
京都駅到着しました。地味にミュージック音聞こえないけど、ということでね、ここからはね、とあるものにね乗り換えていきますが、まあもうとあるものって言ったらもうね、はい、これしかないですよね。はい、新幹線の方に乗り換えていきます。いや地味に下にねフルカラーのね NA がいるんですけどもね、遠目から見たらもうなんか白白しすぎて何が何かわからないっていうね、まあ、種別さえわかればまあねいいんですけどもね、とりあえず今からあの新幹線の乗り換え改札の方向かっていきましょう。ここまでねありがとうございました。時間があるんで見に来ました、はい、221系と223系2500番台の連結、しかも運搬付きということでね、実質関空紀州路快速とね大和路快速の連結ということでね、はい、やろう思えばこれ多分あの大阪の方でもできると思うんですけどもね、まあ、多分運用的にややこしくなると思うんで、ね、できないと思います。時間あるんでちょっと見に来ました。以上です。現場からは以上です。ということで今からはね新幹線乗っていきます。ということでね、長い区間普通電車乗るのが嫌なのかというとそういうわけではなくて、こちらですね乗り継ぎって書いていると思うんですけども、はい、まあここからね米原まで新幹線で行って、米原からですね白鷺に乗り換えるんですけども、まあ同時にね特急券を買うとこんな感じで乗り継ぎ割引っていうのが適用されまして、まあ簡単に言うと片方のねあの特急料金、高い方の特急料金が半額になるっていうね、あのまあ結構お得な、はい、キャンペーンじゃないですけどもね、まあ、制度があるんですけども、ただその、ね、制度がですね3月15日をもって終わりまして、ダイヤ改正からはね乗り継ぎ割引というのがなくなるんでね、まあ、今回それも兼ねましてこちらね新幹線一駅だけですけどもね乗っていきます。ではねさっさとね改札入っていきましょう。もうシンプルに早いのホームに降りたいということで、はい、入れまして2枚ね、はい、ちゃんとね出てきましたね、まあ、出てこなかったらブチ切れるところですけど、すごいねカラフルやね、これ黄色、赤、青、黄色、青っていうね、すごいカラフル。しかも博多駅っていうね、なかなか飛ばすね、531号ということで、こちらですね、はい、今回乗るのがね、6時57分の636号ということでね、なんならあの前原までの各駅っていうのはこのね、光号乗らないとね、いけないんでね、あのこのね、必然的にこれに乗るわけです。後ろということでね、あの後ろの方行く前にちょっと買い物だけでもしようかな、なんかいいもんあればご飯食いたい。何も食えてないな。早いですね。今ねもう53分ということなんですけども、まあもう入線放送やったらまあ別にそんな早すぎるわけでもないですね。こちらがですね1本前ののぞみ286号東京行き、まあ、今回乗るのが636号光の東京行きということでね、あの次の前原までというね一区間だけですけどもね、東海道新幹線一番駅間長いんで、まあ実質した気分知らんけどということでね、10席ということでね54321っていうね号車になっていますので、とりあえずね、5号車4号車あたりでしょうかね、取りましょうか。まあねのぞみ号がね発車しているんですけどもね、ちょうど横でですね新幹線が入線してくるっていうね、まあ、さすが東海道新幹線といったところでしょうか。ということで、はい、G 編成ですね N700A ということでね、はい、でっかい A がやってきました。紹介者ということで会いに行こうが来てますね、まあ、今からね北陸特急にね会いに行くということで、まあ、ちょうどあのいい感じなんじゃないでしょうかね、まあ、とりあえずねどこでもいいね座れたら、とりあえずね最後の乗ってしまいましょう。こちらに乗りまして、はい、あの前まで行きます。
ちゃんとね人が並んでいるということでね、こちらが乗ります。まあ、4号車スイートそうなんで4号車行きましょうかね。ではこちら785の1024番お邪魔します。ということで、まあ、新幹線の座席こんな感じということで、座席特管なんでね、こちらの、はい、20番の、はい、映画側の座席ね、はい、こんな感じでございます。はい、まあ、ついでに買ってきたらお話しますということで、はい、座席になっております。こちらでございます。謎のチョイスですけどもね、なんかこれの方が腹持ちいいかなと思ったんでね、噛むのでね、はい、悩すのにやってる話なんですけど、後ろ人いないんでね、リクライニング倒してね、のんびりと行きましょうか。ということでね、米原に到着しました。いや、久しぶりにね、新幹線の米原駅に、ね、到着しました。新幹線で米原に、ね、降りたって言うたら多分 2,3 年ぶりぐらいですかね。高校の時にね、あの行った以来ですかね、米原駅。まさかのね、ここから新幹線に一駅だけ乗るというね、なかなか面白い光景でございました。では今からね、改札出まして、あのホームの方移動していきます。ということでね、乗車券綺麗にもらいました。次に乗るのがですね、当駅始発の白鷺51号、金沢行きということで、まだ表示器にはですね、乗っていないですね。ちなみにね、白鷺にはですね、2種類の1号がありまして、まずですね、この JR 西日本管内米原発着の50番台、まあ、最初乗るのが51号、そして次にですね、JR 東海名古屋駅から出発する1号の、まあ、日本の1号がね、運転されています。まあ、片方に関しては51やからまた話は変わるんですけどもね、とりあえずね、あの白鷺の、ね、車内でね、ゆっくり座っておきたいということでね、あの無駄な時間がないようにトイレだけはね、先に済ましておこうと思います。ということでね、普通長浜行き発車していきました。そしてね、こちらね、8両編成の長浜行きがあるんですけどもね、実はね、こちら先ほどですね、高槻駅でね、乗り捨てたね、あの快速電車なんですよね。まあ、当たり前ですけどね、新幹線を使うと早くね、着くことができます。普通電車でね、京都からね、あのここまでね、大体1時間以上もかかりますからね、まあ、妥当っちゃ妥当ですね。待って、謎のサンライズの回送が来たんですけど、何の回送やかちで、あれかな、なんか臨時の91号、92号とかの回送やったりするのかな。ということですね、先ほど高槻駅でですね、乗り捨てた、はい、普通長浜行きですね、まあ、先ほどは快速ですけどもやってきました。いやー、約1時間ぶりの再会ということで、お久しぶりでございます。はい、先にね、あの新幹線でワープしておりました。久しぶりに見たね、まあ、久しぶり言うても、まあ、1時間前やけど。ということでね、サンライズ号発車していきましたがね、ちょうどね、あの名古屋駅の2号をやってきたんですけども、ボロボロですね、これ、ここら辺だからなかなかね、すごいね、一応これね、1995年とか確かするぐらいのデビューやったと思うんですけどもね、なかなかボロボロですね。いや、すごいよ、これ、これはひどいですね。もうね、もうガムテープの透明バージョンでね、あのとりあえずもう止めとこ感がすごいですね。ガムテープ広島ならぬね、ガムテープ北陸といったところでしょうか。いやー、すごいですね。今からね、これに乗っていくわけですけど、まあ、あのこれがあの金沢行きなんですけどね。いやー、楽しみですね。ここめっちゃ綺麗やのにね、なぜあそこだけボロボロなんやろうか。8時10分発特急白鷺51号金沢行きは6番乗り場から発車します。列車は6両で到着します。自由席は5号車、6号車指定席は2号車、3号車、4号車、
グリーン車は1号車です。停車駅は長浜、駿河、竹府、鯖江、福井、阿波羅温泉、加賀温泉、小松、松島です。白鷺と表示した各号車札のところでお待ちください。ご乗車には乗車券のほかに特急券が必要です。青春18切符ではご乗車できません。The Limited Express 白鷺 51 Departing at 8:10 Bound for 金沢 Will be leaving from track 6 This train consists of 5番乗り場停車中の電車8時4分間通駿河行きです。停車中の電車は車内放送を行っております。ご乗車の際はドアへお待たせいたしました。6番乗り場に8時10分発特急白谷51号金沢行きが6連で参ります。危ないですから黄色いチェンジブロックまでお下がりください。6番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。青春18切符ではご乗車できません。お待たせいたしました。6番乗り場北陸線特急白谷号金沢駅到着です。列車6両目の到着です。順次5号車6号車です。到着の列車は特急列車です。乗車券のほか特急券がご利用です。青春18切符とご使用組み合わせて使うことはできませんのでご注意ください。ということで白鷺号ねやってきましたがね、はい、先ほどねホームに来た時にこっち側にね止まっていた飛ぶなんていうねまさかの、いやーすごいね、運がいいですね。ということでこちらのねあの681系乗りまして福井までね乗っていきます。という感じでこんな感じでね方向幕がなっています。サンダーバードやったらねなんかちょっとデザイン変わってるんですけどね、白鷺は至ってシンプル、はい、黒い背景に白い文字で白鷺と書いてあって、こちら金沢ですね。ただこれあの拡大していましてね、これですね、あ、切れへんかったわ、結構強かった、ありがたい。6番乗り場に停車中の列車は8時10分発特急白鷺51号金沢行きです。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。青春18切符ではご乗車できません。 The train on track 6 is the limited express 白鷺51 bound for 金沢。5番乗り場停車中の電車は8時4分発通駿河行きです。こんな感じでございましてね、はい、こちらね681の1と本当にね正真正銘のトップなんですね、はい、ということでですね今回ですね、まあ、乗っていく座席なんですけどもね、今回ですね奮発しましたこちら、はい、グリーン車に乗っていこうと思います。こちらのねグリーン車、はい、ということでこちらねあのちょうど福井までということでギリギリね100キロ超えない 99.9 キロの距離にあるっていうのを最近動画で知りましたんでね、せっかくやったらねあの記念に乗ってやろうじゃないかということでねグリーン車ね乗っていこうと思います。1号車1番の C というところでとりあえずね乗っていきましょうか。ということで乗っていこうと思います。お邪魔します。681系なんだかんだね初めて乗りますグリーン車ということで、車がこんな感じ、いやーすごい、なんか大人びた雰囲気がもうね最高ですね。何やその大人びた雰囲気が最高ですねじゃないんだよなっていう、なかなかねいいですね。これで全面展望見れたらいいんやけどね、まず全面展望見れたらこの座席取れてませんからね。ということで乗る座席はこちら1番の C ということで一人掛けのね座席です。ここから見るとね誰もいません、素晴らしい。ということでね今のところ誰もいないということで座席紹介していきましょうか。こちらねあの私が座る1番 C の座席、
一人掛けのね座席でございまして、こんな感じになっています。で早速座っていきましょうかということで座りますが、快適、家に欲しいですねこの座席。いや素晴らしいね、快適ですね。まあ置く場所はまあさておき、まず足回りからね、こちらね、なんていうね、フットレストっていうかな、こんな感じで、こちらはね、足で乗ってはいけないんでね、まあ、靴脱がないといけないんですけどもね、こんな感じです。はい、楽ではありますがね、ただ、私、あんまり、あんまり言うべきではないけど、足臭いから、ね、やめておきましょう。グリーン車に乗ったのにね、不快な思いしかしなくなりますからね、こちらの面でね、使っていきましょうか。はい、私自身、身長あんまり、ね、大きくないんでね、結構ギリギリといったところでございます。そしてお座席がこういう感じで、枕がね自由に高さこれね上げ下げできるというねありがたい設計でございます。ちょっと剥がれてない、ちょっとつけが甘かったね。でこちらはですね、先頭なんでテーブルないんですよね。そもそもの話、グリーン車自体ね背面にテーブルがないということでね、これポケットはあるもののテーブルがないということで、こちらですね、はい、ここですね、こうやってテーブルを出すとこんな感じですね。まあ弁当を置くにはいいサイズだが、しかしパソコンを置いて作業するにはちょっと不便なサイズといったところでしょうか。こういうところはね、なんか一般席の方がね案外グリーン車向いてたりする、一般席の方が向いているといった感じ。動画ね消しちゃいましたがね、リクライニングを倒すとこんな感じです。横から見ますと結構倒れるんですよね、こんな感じです。パンのねサイズに比べるとこんな感じ、結構倒れてね快適に過ごすそうです。いやー楽やね、快適だ。特急券忘れた方が、いやすごいね、それともねほぼ寝れますね。いやーこれでね金沢まで乗りたいところですが、まあ、そういうわけにはいかないのでね、とりあえずこれに乗りまして福井まで行きますね。グリーン車ということで結構ね頑丈な扉になっておりまして、で隣に行くと、はい、普通車にねつながっています。こんな感じです。そして洗面台がねこんな感じでございまして、ガチのね結構おおびっくりした、結構おい結構作りがね豪華な洗面台でございます。そしてこちらねトイレですね、ちゃんと人いないかね確認して、すごい黒いかっこいいトイレ、かっこいいトイレ、家のトイレもこんなやったらええな、でもこれはこれで落ち着かんなということで、まあ、元に戻っておきましょうか。ということで4分前にね普通敦賀行きがね発車していきます。多分これ長浜でね接続するんじゃないのかなと思います。こんな感じのねお乗り換え方法の案内がねなっています。そんな感じですね。で裏は英語で書いていますね、すごいのんびり座ります。こちらね読書灯がねついています。いいですね、結構明るい。列車前から1号車、2号車の順に1番、後ろ
白鷺51号金沢行きです。次は敦賀に停まります。8時40分の到着です。Thank you.
よっと。ということでね、福井駅に到着しました。いやーね、もう快適でしたね。もう素晴らしい座席でございました。ということでね、とりあえずね、せっかくなんで乗ってきたやつをお見送りしていこうかなと思います。それにしてもね、良かったですね。3番乗り場に停車中の列車は9時19分発普通金沢行きです。The train at track 3 is the local train bound for Kanazawa when you leave the next